Thank you.
安心して寝ていていいの。お前、うん、私は何をなぜ、私は、うわっ、なんかだが砕け、まだ動いちゃダメです。ひどい怪我をしてるんです。だからまだ動いちゃダメです。気分の方はどうですか？お前、あ、私エルルって言います。それでここは私のお家で、覚えてますか？あなたは森で倒れてたんです。見つけた時はひどい怪我してて、でも気がついてよかった。もう3日間も目を覚まさなくて本当に危なかったんですよ。あ、今はもう大丈夫です。峠を越したっておばあちゃん言ってたから。私、それじゃあ包帯と薬を取り替えますね。傷口を払いますからちょっと染みますね。あとは薬を、これと、これでよしっと。はい、終わりました。何があったのか知りませんけど、もう大丈夫ですから。はい、ありがとう。
再起動システムエラー覚醒処理に問題待停止処理キャンセルシステムの停止はできませんカウントダウンを開始5 4 3 2 1あなたに良き目覚めなぜ、こんな目が覚めた？ご気分はどうかな？外傷はなかったけど、どこか具合が悪いところがあったりする？まだ意識が混濁しているのかな？ここは、どう言えばいいんだろう。ちょっと説明するのが難しいかな。それより、あなた自身のこと、どうなってるか覚えてる？まだ無理しないで。知りたいことも、後でちゃんと教えてあげる。今はただ安心しておやすみ。おやすみなさい。